はい、ということで皆さんこんにちは、そうか、シュウでございます。さあ、本日はですね、久々のこの企画でございますけれども、最近実は買ってたよアイテム紹介コーナーでございます。というのは、僕大体ね、買いに行くときは Vlog とか店舗で買うことが多いので、まあその Vlog の後ろにね、商品紹介してること多いと思うんですけれども、ちょっとここ最近でですね、オンライン並びに旅の途中で実は買っていたよみたいなアイテムをですね、ご紹介していきたいなというふうに思いますし、まあ、アパレル多めなんでございますけれども、ちょっと面白いですね、ゲットしましたので、まあ、それをですね、最後にご紹介しながら今日の動画をお届けしていこうかなというふうに思うんですが、前ね、店舗で買ったあのキスの着用動画がですね、雨で撮れなかったので、今日ね、あのそれも載せておこうかななんていうふうに思っているので、最後まで楽しんでいただければなというふうに思っております。まあ夏になってくるとですね、まあ、T シャツとか単価が下がってくる分ですね、こう気になるものはこうというようなんですね、危ない季節になってきておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、私の、買ったものを見ながらですね、夏のショッピングを楽しんでいただければなというふうに思っております。それでは早速いってみましょう。さあ、ちゅうことで、まずはですね、最近買ったアイテム紹介ということでですね、お送りしていきたいんですけれども、まず1着目はこちら、はいどうも、ということでこちらのですね、プリベッジ名古屋パルコ店オープン記念の限定ティーでございますね。はい、こちら、胸のですね、フロントロゴの下には名古屋という風に書かれているこのロゴティーなんでございますが、これはね、あの大阪のポップアップの会に名古屋寄ってたと言いましたけれども、そこでですね、ゲットした1着ということでですね、こういったシンプルな T シャツはですね、何本あってもいいぞということでですね、ゲットした1着でございますね。これと合わせて、はいどうも、ということでこちらもですね、パルコ店オープンの時限定で発売されたこの LFYT ボックスロゴのバラロゴですね。はい、もうお花系僕大好きということもありますけれど、このね、ラファエットといったらのこのブルーとラファエットを象徴するのはこの赤バラ、もうこれのですね、ゴールデンコンビ、これ買うしかないなということでですね、ゲットした1着でございますね。このね、LFYT ボックスのですね、バラは多分これからもね、展開あるんじゃないかなと。ありますので、まあ、今年の秋冬に向けてですね、非常に楽しみなんですね、新たなラインでございますね。さあ、そしてお次がこちら、はいどうも、ということでこちらもね、動画で見覚えあるかなというふうに思いますけれども、大阪でね、ポップアップを行った時のですね、会場となった ESP 大阪さんの方ですね、購入した、モーレイだったっけなというですね、ブランドの、T シャツでございますね。このね、バックのね、このテレフォンレディとこの紫ロゴ、このね、しかも全部刺繍なんですよ、これみっちみちの、こんなん見たことねえよということでですね、こちらも、購入させていただきましてですね、僕はですね、サイズ XL で着てますけれども、このフロントのね、ポッケの、タグなんかも非常に可愛いですし、これもね、ガシガシ着ていきたいなというふうに思っている T シャツでございますね。さあ、そしてここからはですね、僕も大好きなブランドあります、キスのですね、オンライン分で買ったものプラスという感じでお届けしていきたいんですけれども、まず一つ目がこちら、はいどーん、ということでこちらのペイズリーのですね、スイムショーツのようなですね、一着でございますね。はい、僕ね、何色買ったか覚えてなかったんですけれども、こちらのブルーをですね、購入してましたね。ちょっとこうパッチワーク気味に、このクリームのペイズリーとミントカラーのペイズリーがですね、いろんなところにこうランダムに配置されてるような形で、後ろはね、こんな感じでございますね。この爽やかなミントカラーがちょっとたまらんぜよということで、まあ、パステル大好き人間、パステルテロとしてですね、まあ、この色非常に惹かれるカラーでもございますし、このランダムなペイズリー柄がね、単なる、総柄のですね、スイムショーじゃないというところもですね、非常にポイント高いなーなんていうふうに思いましたので、今回は購入させていただきましたね。さあ、そしてキスのオンラインでですね、もう一つ、買っていたものがあるんですけれども、それがこちら、はいどうも、ということでこちらはですね、キスとニューエラのコラボによるロープロファイルのですね、ナイロン地の、キャップでございますね。まあ、今回、かなりカラー展開ありましたけど、僕はですね、この持っていないグレーのですね、ナイロン製の、ロープロファイル購入してみました。まあ、夏なので、まあ、ちょっとね、薄めということで、僕ね、ロープロファイルだとだいたいサイズ8分の5とかの方がちょうどいいんですけれども、今回8分の5にしたらナイロンで薄いからなのかわかんないんですけれども、ウールのいつものものと違ってですね、ちょっと大きめに感じたので、まあ、ナイロン製のものだったりするものはちょっとサイズを下に下げてもいいのかななんていうふうに思うようなですね、
た仕上がりでしたね。でこれ被ると、はい、こんな感じでございますね。グレーの、ヤンキースのですねニューエルキャップ持っていなかったので、これは非常にいいなということもありまして、このナイロン地のですねロープロファイルめちゃくちゃいいですね。確かエメも、出してたと思うんですけれども、ちょっとね被った時のこうひんやり感も感じられますし、あとは急な雨とかね撥水効果もあるような素材でございます、ね、まあ夏には、特に日本の夏には非常に合うんじゃないかなというふうに思うようなんですねキャップでございますね。さあそしてお次はですね、大変ありがたいご縁でですね手に入れた一着でございます。それがこちら、はい、どうもということで来ました、キス東京1周年のですねこれキスジンジャーティーでございますね。私の動画ではもうおなじみとなっているこのねキス東京のスニーカーフロアにあるアーカイブタワー、まあ、キス神社と通称私呼ばせていただきますけれども、まあ、残念ながらねこの発売当日僕ポップアップだったんですけど、友達がですねもうこれはお前が着ろということでですね、買ってきてくださいまして、この夜の輝くアーカイブタワーもめちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱり1年間参拝し続けた私としてはですね非常に込み上げるものもありますし、やっぱりこれはですね、まあ、記念としても買っとかなきゃなということでですね、今回はありがたく友人に買っていただきました。いつもとねボディがちょっと違うみたいで、まあめっちゃ薄いかと別にそんな感じでもないですけれども、サイズは、1個アップした方がいいんじゃないかということで、ワンサイズアップの XL をですね購入してきていただきました。さあそしてですよ、最後にご紹介する世紀の問題児というか、また新しい扉開いちゃったらというようなですね一足なんでございますけれども、それがこちら、はい、どーんということで、こちらのイージースライドでございますね。まあ、こちらオンラインで、まあ、たまたまですね応募してて買えたわけなんですけども、ね、なんで応募したのかというとですね、僕、これの前にイージーのフォームランナーというですね、あの宇宙船みたいな、まあ、あれなんて言うんだろう、サンダルっていうか、まあ、リラックスシューズみたいなですね一足をですね購入してまして、その時にね僕は結構感動したんですよ。で移動にめちゃくちゃ最適だなということで、あの福岡のポップアップの時も履いていきましたし、結構ねそういった移動、まあ、梅雨時期には全く機能しないようなね、スカスカの履物なんで今は履いてないですけれども、あれ履いた時に、あーこの履き心地結構革命的だなということで、あじゃあスライドどうなんだろうなということでですね応募してみたらですねしっかり、当選ということでですねこちら購入できまして、これね飛ぶぞ、もうね履き心地びっくりしますよこれ。僕も正直まあ普通のサンダルだろうっていうふうに思ってたんですけど、まあ、まずねこのね足の包み込み方、このヘリの高さもめちゃくちゃ絶妙ですし、何よりねかかとのサポートがねもうねプンニプニでもっちもちなんですよ。これ面白いなと思って、まあベラシとかねいろんなスライド僕も履いてますし、今回ねサンプルズでスライドも出したりしてるんですけれども、まあ履き心地面で言ったらもうちょっとレベチっすねこれ。でこれね前の作品持ってた友人聞いたんですけれども、その甲のスレがですねまあちょっと気になったと、最初の時靴でしちゃうっていう人いたんですけれども、まあ今回はねその作りもですねちょっと改善されてるで、甲のスレなんかも全然なんかほんととにかく柔らかくてですねムチムチのですねスライドということで、僕的にはですねもうこれは革命的なスライドですし、多分ね一足持っといた方がいいと思います、世界広がります。僕イージーの350とか全然持ってないんですけれども、このイージーのこのスライドもそうですし、フォームランナーもですねこれは新しい履き物だなっていう、まあなんかスニーカーとか復刻とかそういうのとはまた違う未来のですね楽しみ方ということでですね、今回買わせていただいたんですけど、まあもうねたまらんので、もうこれぜひ履いてほしい。ただまあこう試着できるようなですねものでもなくて、そっかしちゃうものなんてなかなか難しいと思うんですけれども、チャンスがある方はぜひ試してみてください。これほんと飛ぶよ。ほんでね最後に前回買ったですねキスの着画の方載せておきますけれども、サイズ感ね今回ショーツどっちも M にしているということもありまして、ほんと収まりもいいですし、この紫のねカラー、エコーカラーっていうのかなとか、あとはまあこの茶色のセットアップね、もちろんこの茶色のセットアップに関してはですね、まあ、バラバラで、着てもですね非常にかっこいいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まあ、今後のねスニーカーレビューのコーデでどんどん取り入れていきたいなというふうに思っているアイテムでございますので、まあ、もしかしたらね今後、まあ、ショーツがやっぱキス相当いいので、まあ、多いショーツという形でまたキスとかで買うかもしれませんが、まあ、そんなことも楽しみながらね、今年の夏は過ごしていこうかなというふうに思っております。
ということで、こんな感じで今回はですね、最近買ってたよシリーズということでですね、まあ、動画の外でね、買うことも全然あるので、まあ、そういったものはね、こうやって定期的にまとめてですね、お届けしたいな、なんていうふうに思っておりますので、またね、動画外で買ったものがありましたら、こういったね、動画でご紹介していこうかな、というふうに思っております。あとはね、最近、ニューエラも徐々に増えてきておりますので、まあ、私のコレクションまだまだ全然少ない方でございますが、そういったですね、アーカイブ特集もまた組もうかな、なんていうふうに思っております。さあ、そして、現在ですね、私のバンドサンプルズのこちらのですね、ロストフラワーパックもですね、絶賛受注中ということで、もう1日目とんでもないことになってました。もうほんとびっくりするぐらいのですね、オーダーいただきまして、もう感謝感激なんでございますが、今のところ第1位はですね、こちらの T シャツのブルーでございます。もうこれが圧勝しております、今。その他にもですね、小物類も充実してますし、ラグやスライド、ここら辺はですね、まあなかなか多分今年も出ないかなというふうに思ってました。まあラグはあるかもしれないですけど、スライドはね、もう夏のこのパックだけでございますので、ぜひね、検討いただければな、なんていうふうに思いますので、期間はね、来週の月曜日の夜の12時までございますし、この期間はね、ライブ配信なんかも結構ね、頻繁にやろうかなというふうに思っておりますので、ゆっくり考えながらね、楽しんでいただければな、というふうに思っております。それでは今回の動画が面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまーす。それではまた次回の動画でお会いしましょう。NEXT MOVIE! じゃねー。